今月号に掲載された表紙イラストの紹介です。横浜市立山王台小学校、菊池リームさんの作品です。タイトルは海からの SOS。 インパクトのあるイラストですね。ウミガメがゴミだらけの海を泳ぎながら涙を流していますね。とっても悲しそうです。今回は菊池さんから動画が届いています。菊池さんのお家の人が質問してくれました。それでは見てみましょう。自己紹介をしてください。横浜市立山王台小学校6年菊池リームです。絵のタイトルを教えてください。海からの SOS です。今回の作品はどのような思いを込めて描きましたか？私は海が好きで、海に遊びに行ったり海の生き物を観察したりしています。海にはたくさんの生き物がいるのに、人間のゴミのせいで海が汚染されていることを知りました。イラストでは自分の暮らす海を汚された亀の怒りや悲しみ、悔しさを亀の表情で表現しました。人間に訴えかけるような亀の姿を見て、みんなが今の環境問題について考えて行動してくれたらいいなと思います。描いてみようと思ったきっかけは何ですか？海に遊びに行った時に、海の中や海岸にゴミが落ちているのを見て、海をきれいにする活動がしたいと思いました。そして毎月学校で配られるエコチルの表紙のイラストで、海を守るためのイラストを描けば、たくさんの人にメッセージが伝わると思いました。デザインで工夫した点はありますか？一目見てみんなの印象に残るように、黒い絵の具で縁取りをして力強い絵にしました。亀の表情を工夫したので見てください。作品制作にはどれぐらい時間がかかりましたか？2時間半です。普段学校で取り組んでいるエコ活動はありますか？学校の SDGs の授業で公園のゴミ拾いをしたり、ポイ捨てを止める劇を発表しました。英子ちゃんに何か質問はありますか？英子ちゃんの好きな海の生き物を教えてください。ちなみに私はクジラが好きです。バイバイ。菊池さん、質問ありがとうございます。菊池さんはクジラが好きなのですね。大きくてかっこいいですよね。私はラッコとアザラシが好きです。大好きな海の生き物たちが快適に過ごせる海にしていきたいですね。菊池さん、素敵なイラストどうもありがとうございました。これからも皆さんからのイラストの応募お待ちしております。